Да, спасибо большое. До свидания. はい、皆さんこんにちは。いやー、今回ね、アメリカでね注文したものがね今日やっと届きました。で、基本ロシアって物のね制限があってね、本当はね海外から物買えないんですけど、私たちの場合ね、日本のねカードとか支払い方法があるから買えるんですけど、ね、ロシアの人はこういうなんつうんだろう、まあクレジットカードとか外国のカードないと海外からね物を買うのは難しいです。もうぶっちゃけ、ただ買えるところはねちゃんとあるんですけど、ただねロシア人の場合難しいの多いよね。そう多いね。でも今は特別なサービスある。そうだね、外国人自分のカード物を買って、そうだね、この送るデリバリーしてる、そう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 、仲介サービスみたいなね個人でやってる人もいるし、で業者もねあるので、で私たちの場合アメリカからねロシアに物を入れるとき個人では買えなくて中間業者を使って物を買ってます。でそれとあとこれね買った荷物の中に私のね物とあと自分のねちょっと父親に物を送りたいなと思って買ったんですよ。でその後に郵便局の方を調べたら、日本からはねロシアに物を送れないんですけど、まだただロシアからはね日本に物が送れるらしいです。ちょっとまだね未確定なのでまだわからないんですけど、あとでねちょっと試してみますね。喜ぶかなお父さんは。喜ぶ。はい、今日はね天気いいんですけど、また雪降っちゃいました。もうこれがねしびれの天気です。でもつららもねすんげえ落ちてきてるからめちゃめちゃ危ない。1日だけ雪降って10センチ以上積もったから、もうこういう風にねすごい凍っちゃって、まあ太陽出ればね雪解けはね結構早いので、すごいね、あそこ湯気出てる、湯気パルね、ここ一番上。はい、プラ変更。さっきコーヒーねちょっと飲みに行こうかなと思ってたんだけど、アンヤさんがねイヤホン欲しいって言うんで、あーバス2個ぐらいか。そうバスで2個行こう、いいよ、じゃあ歩いていくよ。はい、今こっちから来たけどこっち行きます。日向ぼっこしてんな。ね、こういうちょっとね天気良くなって、まあ、雪はねちょっと残っちゃったんだけど、雪が降る前よしもう大ちゃんいけるぞっつってね、もう意気込んでね、よっしゃーと思って、でみんな準備してたんですよ、ね、田植え畑に植えるトマトとかピーマンとかもママが準備して、パパも頑張って手伝いして、よしあったけえなーと思ったらもう雪バンバン降っちゃって1日で、もうがっかり。
ダメダメ、もう本当で、ね、私たちも行きたいの我慢やっぱできるじゃん。できるでしょ。できる。でもあの春、うちらの猫がもうダーチェ行きたくて行きたくてしょうがなくて、あのね、あの廊下に置いてあったあの植物の土をかき出しちゃってどんだけ行きたいのよ。でその後次の日はママパパの部屋に入って、あの鉢植えね、カッポチ出して土、前全然しなかったね。しなかったしなかった。でもあの場所の準備の始めた時、春ずっと土なんだっけ、だから、かき出したね。そうカッポチってさっきねお店今寄ってアーニャさんのねイヤホン買ったんだけど、店内ね入る前ちょっと張り紙あってカメラね撮影ダメだということで撮影しませんでした。ロシアね、ああいう小売店なんですけど、小売店ってやっぱカメラ撮影ねダメなところ多いから撮影できませんでした。まあこれはしょうがないね。これ買ったのか。いくらぐらい？550円ぐらいか。まあ安いんじゃない？いいじゃん。サラダ買ったのか。はい。最近ダイエットでしょ。ああ。頑張ってるね。ああ、俺はダイエットしてるけどマフィン買っちゃったよ。
何はでかいべ。でかいな。ちょっとでかい。あなたの狭いの使うわと。ちっちゃいのね。まあいいんじゃない。どれくらい？1500。持っていた。うん、1600。今1600。持っていた、少ないかな。持っていた、少ない。まあ、2キロ。2キロ。うん。今回ね、送る箱なんですけど、今回、沖縄のね、自分の実家に送るんですけど、今回、大きさはね、これくらいのね、箱で送るんですけども、今回は、結構、国際郵便の発送方法が変わってまして、ガラッと変わってます。まず一つ、全部一つ一つ、はかり乗せて、どれぐらいの重さなのか、あと商品名とあと個数だよね。でそれを全部まとめたキログラムも書かないといけないですし、合計金額も書いて、でそれをやっぱ日本でいわゆるインボイスっていうねものなんですけど、今回からねちょっと必要になりました。でそれとあとこれですね、箱にねちょっと入らないので中身だけ出して送ります。実家に前これ送った時にすごい喜ばれたのでこれまた買いました。でもね箱がねでかいからね中身を出して入れます。でやっぱねなんか小分けのねパックで何パック60パック入ってるんですけど、このままねちょっと送っても色気ないので箱準備してこれに入れてね送ります。ハル、何やってんの？ハル、おっ、すごいこんな入ってる。いっぱい入ってる、すごいね。一種類で何個入ってんだろうね。5個ぐらいかな。お、5個ずつ、うん、あ、ほんとだ、5個ずつだね。あと T シャツもね送ります。26ドルで買いました。あとは帽子だね。帽子はね34ドルね。ね、発送は明日の夕方に発送します。発送が終わって沖縄の方に荷物が届いたら多分自分のね、父親が多分動画にしてくれると思います。で、動画にしてくれたら、ね、受け取ったら、その動画を作るつもりなんですけど、
まあやってくれるかはね、ちょっとまだ不明なので、届いてからのね、お楽しみということで。ねえ、ハル。ほい。セクシーだね。ちょっとロールよく入れたね。すごいでしょ、うん、びっちりでしょ。うん。入るかな。ちょっと締まり悪いんじゃないか。まあちょっと締まってない感じするけども、大丈夫かな。大丈夫。は、箱入れない、まだ。まだ書かないといけない。あ、そっか。はいよ。お父さんから電話、うん、はい、もしもし、ああ、はい、で今梱包す全部測ってインボイス書いたから、これから箱詰めして送るから、うん、はい、じゃあまた後で連絡する。はいよ、バビ。前送りたかったけど忘れた。何が？今思い出したね、これ。あー、絵はがきか。そう、送れば。うん、何かって。いいじゃん。行きましょう。何書くの？いい言葉。メッセージ何書くかな。これ生地でしょ。そうだね、ラベンダー。ああ、パルスキシリン。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 私の好きなの。何書けばいいんだ。アニャやる？どう？はい。え、次アニャ。ちょっと少なくね。いいんだよ。言葉は多くいらないよ。日本語でちゃんと書きなさいよ。何か言いた？秘密言わないで。あの、な、何年だけ見える。言わない。何言わない。はい、アニャは何書く？考えないと、私日本の漢字忘れて、日本語の漢字ちょっと忘れたから。考えてるじゃん。何笑ってる。いや、なんでもいいじゃん。大丈夫、開くのでもいいじゃん。わからなかったら。思い出し、出せる。例えば、沖縄行ったら肉いっぱい食べるとか。いいんじゃないの？約束する。いいんじゃないの？で、沖縄行ったら、あの、何？いろいろ美味しいところ紹介して、食べ物だけだ。いいじゃん、それで。そう、そうだね。何がいい？食べ物じゃなくて、海に。海がいい。海、カルピスソーダの？カルピスソーダ。沖縄に来たら一緒に楽しみましょう。沖縄に来たら一緒に楽しみましょう。お酒と一緒に。いや、お酒だけじゃないよ。あの、楽しいところ。肉とか、海とか、うん。食べ物かよ。いや、散歩。うん。いや、お酒美味しいんじゃないの。いいんじゃない。漢字書ける沖縄の名は書けないでしょ、アニャ。できるよ。いや、じゃあ書いてみな。書いてみなさい。Вот сюда можно написать? Да? Да.考えてます、考えてます。いや、まあ、もしそばの人は、ね、上。これで最後かな。
Картон неровный, когда ага. пишешь. Называешь еще? Зи какой-то. То. Ты когда на нами начал, ну. Ага. Уй. Ага. Я тебя сейчас отправлю туда. Поедешь на Окинаву сейчас. Окинава, Китай? Говорю только.入れ方覚えてる？入るのが難しい。よし、入れましょう。最後の作業。ね。何その赤い線？ここまで大きくできる？できないでしょ。どうしてここまで入れる？違う。例えば大きいだったら私たちちょっと大きかったら。いやそれはできないでしょ普通に。でもこれあれね。何の意味かな。まあ嫌な。ここまで入れる上ダメ。いや閉まらないでしょ。大事なお手紙。最初。手紙？うん。次運べるんじゃないかな。こういうふうにあの綺麗に入れてもどっちにしろ郵便局行くとあのスタッフさんがねもう一回確認するので全部出しちゃうんですけどね。自分でわからないとどうやって入れたのか。うん。で最初これ。ギリギリだね。うん。すごいギリギリ。うん、まあこれまだしちゃダメだからね。明日郵便局でやってもらうから。じゃあ終わりかな。うん、じゃあ明日発送だね。よし、明日行きましょう。よしと今からね、ちょっと郵便局向かいます。うわ、ぐちゃぐちゃ。いや、自宅からね、郵便局近いのでめちゃめちゃ助かります。なあ、マニア。疲れた。本当は多いけどな。はい、現在ね、対応してくれてるこのスタッフさんがちょっとね、おかしい対応を見せてるんですよ。それはなんでかというと、本来でしたらロシアの郵便局で国際郵便を送るときって蓋を開けて中身を全部出して一個一個重さを測って紙に書いてデータ入力をするんですよ。ただこの今現在受付で対応してくれてる女の人が箱を開けて3秒で見て
すぐ閉じたんですよ、箱。で、パスポートも身分証明書のも確認をしなくてですね、他の店員さんを呼んで、もう一人のスタッフさんが来てもらって、で、これ箱確認したって、今対応してた女性に聞いて、あ、しましたしました、箱確認しましたよ。いや、してないでしょって。私たち普通に見てましたからね、確認してないの。ただこの最初に対応してくれてる女性が、いやもう適当になんか仕事してる感じですね、今。まあ、これがね、ロシアです。した？中身確認しなかったな、あのおばさん。なんで？知りません。違うの、ポストのスタッフでしょ、中で見たらもう OK。 そう、適当だな、おい。いや、知りません、私知りません。疲れたかな多分ね。いや、まあ、こういうこともあるな。まあ、でも今日早かったね。うん、まあ、早いね。ただ今気になる、大丈夫かな。まあ、大丈夫だと思うよ。うん、うん、はい。でね、国際郵便ね、送り終えました。まあ、なんだろうね、あのスタッフさんの対応、あのおばさんだったんだけど、すんごいね、悪くて、本当にやったの、手続きしたのっていうぐらいね、パスポート確認しないし、ね、中身を確認した素振りをしてね、あの他のスタッフ来て確認したした、3秒で確認できるかって話だよ。すげえ。中から全部見ないと、一個一個、そう、本当は一個一個出して全部確認するんだけど、そう、あの測ったり全部するんだけど、多分早く仕事終わりたかった、ね、やばかったね。私のね、父親に荷物を送ったので、ね、父親の方にね、あのお願いして、あの荷物がね届いたら動画撮影してって、あの頼んだので、はい、で届いたらね、動画をね私の方に送ってもらって、動画編集して動画作って皆さんにねお届けねできればと思います。楽しみだね。よしと、これからね夕ご飯の準備するので、今日はねここら辺で動画はおしまいです。動画のご視聴ありがとうございました。バイバイ。